うやる気じゃないどうしたの今日は。いきなりもそれブレーク球をグリグリやりながら。いやいやいや、エベプロどうしたんですか今日は。いつもビリヤードあんまりやらせてもらえないんで、ええ、ちょっとたまにはビリヤードしたいなと思って。うまいらしいね、なんかかなり。いや、そんなことないんですけど。この前あの二宮君の横でうまいって言ってたじゃん。いや、私それまだ見てないんですけどね。はい、ちゃんとマイク入ってるかな僕ら。はい、さあ今日やってきましたのはこれニーザにやってみました漫画ネットラウムニーザ店です。皆さんこんばんは。広いね。広い10台あるんですが、あの来週ここでプレミアやるのね。そうなんですよね、プレミアムリーグ。そう、プレミアムリーグを来週ここでやりますんで、あの展望ホール皆さん見に来ていただきたいと思うんですが、はい、多分この会場いっぱいになるんじゃないかと思うんで、今日はそんなお知らせもたっぷりお送りしながら、ね、皆さんに楽しんでいただこうということですね。勝つのかな、うちの超人。勝つんじゃないですか、超人ですから。勝ってくんなきゃ困るんですが、今日超人こんばんは。僕ら勝ってくんなきゃ困るとか言ってるんですが、調子の方はどうですか。めちゃくちゃいいだって。じゃあ来週お願いよ。ああ、もう任せてください。大丈夫。だから聞こえなかったよ、来週お願いよ。ああ、OK です。はい、OK です。そして今日は超人、はい、ゲストと一緒にもうテーブルついてますね。はい、はい、今日はゲストで。はい、今日はですね、はい、芸人さんの、はい、クジラさんを。クジラさんこんばんは。ようこそお越しくださいました。超人もさっきからずっとテーブルついてますけども、はい、クジラさんのその技術ってのは どんなもんですか。いや、もう普通に A クラスっていうか SA。 いやいや、 SA ってなんならプロ。いやいや、それ何のメリットがあったもう、いやでも本当うまいですね。今日はもちろんね、テーブルついてもらうんですが、クジラさん、はい、見たいのよ、いろいろと。あ、本当ですか。ええ、はい、今日はいろいろとマニアックモノマネを。あ、本当ですか。たっぷりと見せていただきつつ、はい、もちろんあの技術の方を見せていただきたいと思うんですが、はい、実はオープニング、ここでいつもはい、マス割りチャレンジっていうのをやるわけですよ。はい、で、超人がマス割れるかどうかっていうのをブレイクからやるわけですが、はい、今日ブレイク、クジラさんやってもらっていい。あ、僕は、はい、わかりました。で、ブレイク、クジラさんのブレイクだから絶対にこれは成功させなきゃいけないつもりで、はい、行こうと思いますが、はい、さあいいですか。いいんですか、これもう、ええ僕は、はい、マス割りをしなさいと。もうだから今日は丸も×もないよ。はい、で皆さんそれ見ていただいて、僕らは丸×つけようか。うん、僕らは丸×つけるけど、超人も丸しかないんで。はい、クジラさん、超人、うちの超人ができるやつにして。はい、いや、そんなコントロールできないですよ。どういうことできるやつにしてください。さあ、はい、それじゃあ今日はマス割りチャレンジブレイクはゲスト、はい、クジラさんにお願いします。お願いします。はい、ちょっと俺ギャラリーの多さにビビってる。クジラこんなにいるんだみんな見てます注目。さあ、あ、手玉入っちゃった。これどうなるんですか、これねえ、これどうなるんですか。もう一回行きましょう、これね。これはダメでしょ。今、クジラさんどうでした、緊張するもんですか。いや、緊張するっていうか、オープニングからグダグダですいません。何よ絶対やっちゃいけない1個のパターンやった。後でゆっくりいろいろお話伺うんですけども、はい、クジラさんがご実家がビリヤードお店やってるんでしょ。そうですね、うち早稲田でビリヤード場を経営してますね。稲穂ビリヤードって、はい、稲穂ビリヤードって、はい、私行ったことあるんですよ。うん、クジラさんとガチで勝負しましたからね。あ、本当に、うん、今日ちょっと緊張してる。いや、なんかね、顔が赤くなっちゃって服の色と変わんない。酔っ払ってるみたいに。じゃあよろしいですか。はい、今までのは全て我々忘れました。うん、忘れた。はい、さあそれでは、はい、ブレイクです。お願いしまーす。おい、おい、おい、どうですか、どうですか。これは、クジラさん的に見て、はい、いかがなもんですか。これはいけそう、丸か×。これはいけそう。でも1番が難しいですよね。あ、優しい、優しいですね、やっぱやっぱ優しい。でも
なんかさっきの練習の感じ見てると、はい、栗林プロならいけそうな感じはするんですけど、さあ、じゃあ皆さんもどうぞこのお知らせの間に丸か×か、またいつものように応募してください。当たった方にはプレゼントですね。超人は、はい、超人これ丸だよね、まあ、一応、はい、これ持ってきました。丸しか持ってない、ね、持ってないよね、はい、さあ、じゃあこの後お知らせの後楽しみにしていただきたいと思います。よろしく。藤川さんのブレイクを受けて超人いきます。お知らせです。すげー悪い、はい、はい、今日テーブルかなり難しいんですって。いや、そうでもない、まあ、でも穴はちょっとちっちゃい、ポケットが、うん、はい、穴はあの、はい、トーナメントエディションですね。まあまあ僕プロがやってる穴なんですが、はい、今日はちっちゃく見えますけど、はい、入れるんで見ててください。今日は調子がいいので、はい、調子いいんで、調子いいって言っときながら、はい、藤田さん、はい、ね、うちの超人解説しながらやりますから、ちょっと見ててください一緒に、はい、はい、これがね、またね、大変なんですよ、グジラさん、はい、これ大変なんです。いや、これ相当難しいですよね、はい、説明し、しかも言った通りしなきゃいけないんで、はい、大変でしょ。じゃあいきますよ、いきますよ。まあ、1番コーナーカットいきますね。で、ワンボールが、入れて、ワン、ツー、ツー、コン、当てるが理想です。理想ね、理想、そこまで言うんだ。すごいな、はい、こうやってやらないとダメっていうルールあれなんですよ。まあ、はい、行きます。店内ざわついてるぜ。行きますよ。おい、本当かいみたいな。アドザーの皆さん前に来てください。ずっとすいません、うちの超人にプレッシャーかけていただいて結構です。試合より緊張するんですよこれ、はい、まあ、来週の練習ね。練習ですね、はい、はい、行きましょう。はい、オプス、カットさえ入ればってとこでしたよね。すいません、本当にこんなに来たのにな、こんなにみんな見てたのにな。本当にすいません、今僕入ったと思ったんですよ、今、すいません、はい、やっぱちょっと渋さにやられましたね。そうですね、ええ、ちょっとやっぱり人緊張しますね、やっぱね、見られて、はい、こんなにしんみりするもんなんですか。嫌でしょ、嫌でしょ。いや、だって難しいでしょこれ。難しいです。じゃあいきますよ、飛び切り、はい、×ということで、はい、じゃあこれ×ということで、はい、じゃあここからフリーボールでいきましょう、はい、はい、じゃあいきます、はい、で、この空気なんだろうっていろいろメッセージ来てますね、はい、はい、もうめっちゃ苦しいです僕今。やばいですね、苦しんでおります。はい、まず、1番入れます、はい、で、1クッション、2クッション、2クッションでここに出したいですね。おー、クジラさんは、いや、フリーボールだからみんな同じような感じなんじゃないですか。だって、いや、こっち側に置く人もいます、ね、あ、なるほど、あ、はい、そうかそうか。だけど僕はこっち側に置きます、はい、で、これも成功させなきゃいけないんですよね、はい、はい、いいですか。なんすかこの空気。いや、みんな真剣に見てるんで。真剣だもん今日。めっちゃ緊張する。勉強モードです。おお。もう言った通りですよ。言った通り、言った通り、言った通りね。はい。これ今まっすぐなんですけど、ちょっと引いて、まあまあこういう角度で突きたいです。いいですか。なんで笑うんですか。ちょっと緊張するからテンション上げてみたみたいなね。一生懸命ね。はい、で次ワンクッションで、まあ、真っすぐになったら真っすぐになったんですけど、こういう角度でつけたら理想ですよね、クジラさん。
いや、いちいち俺コメントないですよ、そんな解説者じゃないの。いや、ちょっとほぐしてるんですよ、緊張ね。緊張、はい、自分でね。いきますよ。おー、はい、こういう角度でつけたらいいですね。すごい、拍手が出ましたね、はい。で、これは、よくね、サイドポケットここでまっすぐなんですけど、まあ、若干こっち側の方がいいですよね。それはなぜか、ついた後に見てください。はい、で、こっち側だと、すごいな、こっち側だとワンクッションもいけます、ツークッションもいけるし、はい、直接も出せるんで、 あとはお好みで、あとはお好みで、お好みでいってください。僕はワンクッションでいきます。はい、これ9番クジラさん入れてもらっていい？あれ失敗してる、ね、いい9番、いや9番だけクジラさん行ってもらっていいですか？はい、わかりました、はい、でも、はい、ナインボールがちょっとポケットに近いんで、はい、ちょっと難しいの、あ、難しいのに、いや、なんでなんだよじゃあ、いいですか？はい、はい、じゃあストップぐらいで、ストップぐらいにしますか？そうですね。じゃあストップ、いやいや、なんで、あえて難しくするあ、そうですか。え、どっちにしましょうか。じゃあ僕の気分で、気分で、はい、僕の気分で、はい、しょうがないな、藤原さん、エスプリが近づきに行きますよ。はい、なんてね、なんだ、なんだその子供みたいなさあ、これはこれなんで、いや、でも今のは正直引けないコンディションだと止めます。あ、確かに、はい、止めるか、うん、まあまあなるべくボールに近づけるように、まあ、薄いボールをつくかどっちかですよね、うん、引けない人はもうこういう風なポジションの方が理想です、うん、でもクジラさん素人じゃないんでね。そうですね、素人だわ。いや、もうさっきから見てもマスダリゴリゴリ出しますから、ね、いや出してねえよ来たの10分前だ俺だってさあ、言ってもらいましょう。これ外したらまた嫌な感じ出す。そう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 、さあ、はい、入れたー、やったー、やったー、はい、よかった超人と今日のゲスト、クジラさんにおけなくてお願いします。はい、こんな感じで、クジラさん、今日一日いろいろ無茶振りますけど、はい、お付き合いください、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。見事、超人クジラさん、よかったです。いや、ナイスなセッションでしたね。いや、面白かったね。また、後でやってもらおうか、もしかしたらね、なんかやってもらいたいですね、はい、そんなんでね。さあ、それでは MC 席に戻ってきました、はい、ビリヤードニュースに行きましょう。さあ、今日まず最初のニュースですけれども、全日本ローテーション2013の関東予選が行われました、はい、で、3月13日に全日本が行われるわけですけれども、はい、この関東予選が1月の27日に行われまして、うん、で、全部で16名の枠ということだったんですが、見事我が超人は通過しました。おめでとうございます。本戦の意気込みを超人聞いていいかな。どうですか、本戦の意気込みを。はい、プチ自慢していいですか。プチ自慢、いい、はいはい、僕は新記録持ってるんですよ、ローテーション、うん、アマチュアの時に出した記録持ってるんです。ハイランっていう、連続で何点取るかっていうので、ハイランっていう言葉があるんですけど、それで僕302点ぶっ続けで取ったことがあって、すごい、一応それがあるんで、それずっと毎試合出せば優勝できるんで。あ、じゃあ、いや、なんてね、みたいな。出たね、優勝宣言よろしくね。出ねえよみたいな。はい、頂上、まあ、頑張ってください、ね。はい、頑張ります。ね、さあ、そして京都オープン2013が行われまして、大井直行プロがまた勝ったの？また勝ったんですか。勝ちっぱなしじゃない。誰かなんとかせいやという。うん、状況なんですが、でもね、うん、それこそほら次のリーグで行われるね、試合の強豪選手、はい、そうなんです、はい、6名の中のお一人ですから ね、またそこでも勝つんかい。いや、そう簡単にはいかないぞ、15先取りでしょ、うんうん、ね、うん、
かなりロングな長いですし戦いになりますからね、はい、みんな誰もが認めるトップ選手ですからね、はい。まあ、今 の、 あの来週のプレミアのお話なんですけども、うん、プレミア10ボールリーグはまあこの会場で行われるんですが、はい、そこにも多いプロ来てくれますんで、どうぞあの皆さん、ちなみに後ほどゆっくりやりますけれども、あのユーストの放送ないんで、あの生で皆さん会場に来ていただいて、お見に行けるんですか、ご覧いただくことが、楽しいと思います。後ほど日本ネットのコーナーで今日はそのあたりじっくりと皆さんにはお伝えしようと思います、はい。以上ビリヤードニュースでありました。さあ、そして今お話があったしたんですけれども、来週いよいよそのプレミアテンボールリーグが行われるわけですが、今日のこの僕らが放送していますが、マンガネットラウム新座店でお邪魔をすることになっているわけですけども、その今日皆さんが PR をしてくださるということで、そのすごい、じゃあですね、ぜひ前に出てラウル新座店の AKB の皆さんです、じゃあ皆さんマイク持って、もう出過ぎですちょうどそのあたり、ちょうどそのあたりがいいかな、いや、ベスト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 、じゃあ皆さん準備いいですか、はい、じゃあ PR お願いします。はい、本日は新座市で一番遊べる漫画喫茶ラウム新座店さんにお邪魔しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速お店からビリヤードのお客様へのアピールポイントをどうぞ。はい、新座店では全10台のビリヤード台を完備しております。毎休時さんのお客様専用の台もご用意しておりますのでご利用ください。毎月第2日曜日にはハウストーナメントも行っておりますので、ぜひご参加ください。はい、ありがとう。なるほどね。そんな新座店さんのここは負けない一押しポイントは、通常よりもポケットの狭い台を花台として2種類2台完備しております。一番狭いものだとかなりの難しさになりますので、腕に覚えのある方の挑戦をぜひお待ちしております。あとマイQのテンパ預かりもやってます。ポケットが狭い台があるなんてこいつはびっくりだね。新座市で一番遊べる漫画喫茶ということですが、他にも遊べるところはどこですか。はい、地域最大数のダーツ台10台を設置しておりまして、お待たせしないでプレイしていただけます。他にもカラオケ、インターネット、漫画と遊べるコンテンツ盛りだくさんです。カラオケインターネット漫画があるなんてこいつはちょっとした事件だね。そんな遊びがいっぱいのラウム新座店さんはどうやって行けばいいですか。西東京市から四季市に至る宝屋敷線沿い、川越街道からすぐ業務スーパーが目印です。朝霞台駅からだとバスで10分、新座駅からだと徒歩で30分、ディズニーランドからだと車で2時間かかります。お越しになる場合は車かバスですね。最大で100台以上駐車可能な駐車場も完備、お車でのご来店もお待ちしております。はい、ありがとうございました。他にも近くにグループ店舗があると聞きましたが、埼玉県上尾市にありますゼウス上尾店、埼玉県南浦和市にはアットホーム南浦和店、他にもビリヤードをお楽しみいただけるグループ店舗はアイカフェグループで全国27店舗、あなたの近くにきっと見つかるアイカフェグループ、皆様のご来店をお待ちしております。はい、ありがとうございました。今回は埼玉県新座市馬場町のマンガネットラウム新座店さんからお送りいたしました。本日はありがとうございました。すごい、なんか本当の CM みたい。できすぎだね、俺ら負けらんないじゃんこれ。やばい。こうやられたら MC 席も負けるわけにはいかないですが。やばいね。はい、でね、超 MC 上手い方、はい、あの麦わら帽子かぶってる方が何者？何者なんですかね。店の方、皆さんお店の方。あ、超面白いね、頑張っていただきました、ね。さあ、MC 席には栗田さんにお越しいただきました、はい、改めて、はい、よろしくお願いします。本名なんですよね。え、本名なんですよ、ね。いや、本名クジラなわけねえだろアンドル本名ひらがな3文字なんだよ本名佐々木のりおだよ俺佐々木さん。いや、佐々木って言わなくていいですよ別によろしくお願いします。クジラでやってます。いや、ノリオってノリオで覚えられちゃうからクジラで売り出したいんだから俺は。そうなんです、はい、じゃあ了解しました。佐々木ノリオさんです。いや、佐々木だダメだって言ったらあのビリヤードは、はい、さっきお話あったんですけども、はい、実はもうもちろん小さい時からやったわけです。いやいや、結構大きくなってからですね。いつ大きくなったんですか。いやいやいや、何食べて大きくなったんですか。人並みの一緒だよみんなとそうなんですね。いくつぐらいだろう、20歳前後ぐらいじゃないかな、多分。はい、大きいですね。今何、皆さんの仲間ってビリヤードやってらっしゃる方多い。あ、いや、芸人でってことですか。そうそうそう。いや、そんなにはいないですね。結構じゃあ、はい、勝負したら勝てます。
だからあの、よくなんかみんなで飲んだ二次会にカラオケの代わりにビリヤード行ったりとかってすると、うんうん、やっぱりちょっとレベルが違いすぎて、俺って普段すごいこうみんなにわわいじられたりするキャラなのに、ビリヤードだけ異常にこうみんなより上手いから、すごいムカつかれてなんか変な感じになって終わるから、あんまり結局いじめられるみたいな。いじめられはしねえよ別に。いじりといじめは違うから。俺別に芸能界でいじめられてるわけじゃないから別に。今日どうだったんですか。じゃあ今日逆にそのいつもと違うでしょ。はいはい、オープニングのそのショットの時って。いや違いますね、だってあんなブレイクする前に拍手されたの初めてですからね。あの緊張感ないですね。ちょっとね、え、はい、プロになって気分でした。いやプロになる、まあ、プロってああいう感じなんですか。拍手とかあるんですか。まあでもなんかみんながいて上がるみたいな。そうですね、いろんな意味で上がるみたいな。ビリヤードの緊張感は嫌ですね、なんかね。本当ですか、はい、今日ねこの後あのモノマネやってもらおうと思うんです。はい、いくつ今何人くらいあります。何人今日 やれそう。ビリヤードのモノマネですか。はい、はいはい、3人ぐらいですかね。楽しみなんですよ、はい、うん、僕が好きなプロの、うん、はい、好きなプロ、はい、日本人ですか。いや外人さんですね、はい。なるほど。あ、どうやって覚えるというか教えてもらうんですか本人に。いやいや、俺わざわざ外国行って本人に直伝されないよ俺。いいな、この二人のコンビ。いいなこれ。いやそれ悪い悪いですよそれで。見て学ぶ。旅費だけ稼げないよ俺。そのモノマネで、うん、どうやって覚えたんですか。見て大体あのそうですね、あの、DVD とか、映像を見てずっとなんか憧れのプロがいて、まあ、俺の場合だとエフレン・レイズなんですけど、レイズ選手に憧れてずっと練習してたんで、はい、今度ね、はい、うちの超人、はい、栗林プロのこう覚えていただいて、はい、どっかでネタにしてくれないですか。あ、そうですね、なんか癖を見つけられたら、はい、ビリヤード界の超人みたいな、はい、そういう感じでやっていただいて、そうですね、売り出していただきたいんですよ世の中に。もっと めっちゃコメント叩かれてるけど、なんかクジラ芸人なんだから何とかしろよと。俺今日初めてここ来たんだよお前。荷が重いよそんなの。ねえ、それはね、画面と喋っちゃいますよね。いやそうなんですよ。でね、これ誰かにもらったんですか。いや、あ、扱いが乱暴だろ。プロの持ち方とは思えんねや。ここガンって当たったし。大事なやつだからこれ。え、マイキュー？マイキューです、これ僕の、はい、実家から持ってきましたよ今日。へえ、はい、実家ね、ビリヤードどうですか、流行ってます。いや、あんまり流行ってないですね。流行してくださいよ。だから今なんか、言ってもだから学生さん、昼間僕んち早稲田大学がそばなんで、昼間学生さんで、夜はまあ常連さんの大人の方がまあ結構来てますね。なるほど、はい、今日はあのゆっくりと、本当もっとゆっくりお話伺いたいんですが、はい、もう今何分、あっという間にこんな時間になってしまいましたんで、はい、あとまたテーブルついていただいて、うちの超人にも質問していただいていいですか。例えばこういう風にもっと上手くなりたいんだけども、あ、はいはいはい、どうしたらいいかというようなことも今日はクジラさんから何でも答え、あ、聞いてみたいですね。すごい何でも答えますんで、はい、ちょっとそのあたりのコーナーを後ほど設けますんで、はい、一つ今日は最後までお付き合いをお願いしたいと思います。藤原さんすごい人気者ですね。みんなコメントいつもこんなくれないですよね。あ、本当ですか。今日すごいよ、すごい人気ぶり。すごい、また、まあ、いや俺でもニコ生で自分の番組やってるんですけど、それ俺しか出ないんですけど、1時間中ずっと叩かれるって番組なんですよ本当に。あ、だから叩くのが仕事なファンの人たちが今ここに来てくれてる。多分ね、だってたま見てる人が100人ぐらいしかいなくてもコメントが2000件ぐらい来てる。だからもうずーっとこう叩くので、みんな俺のことなんか見てないと思うんですよね多分。人気ですね。いや人気じゃねえよ、叩かれてるしもう。いやいや叩かれるのもね。じゃあ今日後ほどまた、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあお知らせで、この後はエベちゃんのコーナーです。エベちゃんのコーナー、すいませんこんなのでいえいえ、はい、こんにちは、栗林徹です。テンボール15先というこのフォーマットですね、世界でもまあ見たことないですね。めちゃくちゃ熱いバトルが見れると思います。僕も今ものすごく熱い気持ちいっぱいなので、マンガネットダウン新座店さんの方にお越しいただいてご観戦ください。見に来てください。
エビちゃんのファッションチェック。今日ピンクじゃないですか。今日お互いに4番じゃないですか。ねえ、これ奇遇ですね。全然打ち合わせしてないんでね。言ったじゃん、着てきてって同じピンクをって言ったから着てきたのに。たまたまだったんですけど。嘘でーす。じゃあ今日のエビちゃんのファッションはどんな感じなんですか。今日は、1枚で着れるざっくりニット。うん。ちょっと春らしく、まあ、春なんでね、雪も降ってるんでね。ピンクで。まあでも沖縄はもう桜らしいから。そうですよね。はい。そんな感じで、まあ、うん、楽チンです。楽チンこれだと、はい、で、ポイントはちょっとあれなんですけど、タイツがこんな感じです。どんな感じ。あ、おお、これ近くで見るとよくわかる。はいはい、ちょっとあのデザイン18禁になっちゃうんでね、この辺で、はい、ちょっとこうなんていうの、デザインが入ってるような、ね、感じですよね。こんな感じはピンクってのよく着るの。ピンクは好きなんですけど、うん、大人になって最近着なかったんですけど、はい、こういう感じだったら大人になっても着れるなっていう。アクセサリーもピンクっぽいじゃない、はい、これもやっぱり考えてるの。ピンクのパール、はい、そうですね、なんとなく合わせつつ、うん、こんな感じで、こんな感じです。どうぞ皆さんまたビリヤード楽しんでいただきたいと思います。はい、ベちゃんのファッションチェックでありました。今週は漫画ネットラウム新座店にお邪魔しています。ニポネットのコーナーです。どうもどうも。この3人って初めてですよね。はい、本当ですか。うん、そういうこんな感じで緊張する。確かに緊張します。今更緊張する。今更何を言ってるんですかお姉さん。逃げる逃げる。いや、あの宣伝しなきゃいけないことがあるんで。頑張って頑張って。今日は強いのは誰だだよね。そうです。はいはい、本当に強いのは俺だです。はい、いよいよ、2月の25日26日、はい、こちらラウム新座店さんでプレミアテンボールリーグが行われることになりました。はい、今日紹介する商品はなのでこちらです。持ちましょうか僕が。これ自ら言っちゃいます。はいはい、これはもしかして？そうです。プレミアテンボールリーグのチケットです。お、はい。観戦チケット。そうなんですよ。1日券と2日両日券。1日券が2500円。で、両日券だとかなりお得です。3900円なのでかなりお得なんですけれども、ワンデーチケットはいつ来ていただいても、うん、どっちの日に来てもらっても大丈夫です。なるほど。はい、今回プレミアテンボールリーグ何がすごいって、まずテンボールの15先のロングゲームっていうのは多分国内の試合でも見たことないですし、かなり、うん、はい、さらにさらに、今まで最近試合なんかユーストリーム放送したりするんですけども、今回は一切ユーストリーム放送はしません。会場来てください。はい、ね、そうです。はい、まあ、今回あのもうご存知の方もいると思うんですけども、選ばれし精鋭6人は全員ジャストドゥイットのスポンサープロになっております。栗林徹プロ、大井直之プロ、赤狩山幸男プロ、土方隼人プロ、高野智夫プロ、ローリーウェンプロの全部で6人です。
かっこいいですね、この感じがね、はい、そうですよ、日本のトップ6人ですからね。あのプロのお二人に伺うんですが、はい、15先長くなればなるほど実力って差が出るんじゃないですかね。ね、変なラッキーじゃダメですから。一本勝負だったらもしかしたら全然全然僕らもみたいなさ、うん、ありえるもんね。ありえます、だ最長29か29やることでしょ。そういうことですね。一番長ければね。そういうことです、はいはい、さらにテンボールの場合は全てコールショットになっております、はい、なので、まあ、指定したポケットに入れなければいけないんですけども、まあ、今画面にそうですねルールが出てますね、はい、で2日間かけてリーグ戦を行っていくんですが、初日の1日目予選ラウンド、はい、各、2試合ずつ行ってまいります。で2日目の、2日目なんですけれども、選ばれたその中の、予選最終ですね、ラウンドロビンの予選最終と各組で選ばれたトップ2による決勝戦を行います、うん、はい、はい、かなりで抽選方法も K1 方式で行ったりですとか、うん、はい、かなり熱い試合が期待できると思います。抽選した人が自らその相手を決められるということよね。そうです、そうです。まあ、後ほどまたこのあたり、そうですね、詳しいことをご紹介、超人と一緒に話もしていこうかなと思うんですが、だからもうかなりなんていうのかな、今までとは違う感じのフォーマット、激アツイベントですね。ぜひぜひこちらに見に来ていただきたいんですけども、皆さんもあれなんですかね、そうですよ、埼玉在住の方が多いんですかね、今日来てくださっている方、皆さんプレミアリーグ来る人、皆さん来てくれます？ありがたい。じゃあ盛り上がりますね、はい、しかもあれですよ、盛り上がる要因として、はい、ラウンドガール呼んじゃってますから。うっそー、はい、全試合今後続けていくこのプレミアリーグなんですけども、ラウンドガール全試合に参戦決定ですので、男性の皆様お楽しみに。はい、ちょっとにやけた。さらにですね、はい、今回ちょっとだけ今日も持ってきてるんですけども、はい、当日もビリヤードのグッズを、うん、販売させていただきます。9ケース、今日はしか持ってきてないんですけども、小物なんかも持ってきますので、はい、実際会場に足を運びいただいて商品をご覧いただく、リアルミボネットが入れますので、いいですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。リアルミボネットどの人ですかって言われたらどうします？どうしましょうね。私でも当日多分お仕事してるので、はいはい、ブースにはうちの Q ショップのニューキャラが登場してくれると思いますので、皆さんとにかく遊びに来ていただいて、はい、そうですね、盛り上がっていただく、はい、なので、ぜひぜひこちらのチケットを Q ショップジャパンにてお買い求めくださいませ。よろしくお願いします。また来週皆さん楽しみにしていただきたいと思います、はい、ちなみに私たちも MC で参加するんですよね。僕来るよ。来る？私も来ますよ。あら、何しようか僕ら。なんかしましょうよ。なんかやろうね。はい、じゃあ盛り上げていきましょう。盛り上げていきたいと思いますので、はい、どうぞ皆さん会場でお待ちしています、はい、以上ミポネットでした。ありがとう。楽しんでますね。楽しいですね。おー、さあここからは今日はいつも俺に聞けのコーナーですけど、俺が見せるコーナーにしようと思ってます。俺が見せる、はい、今日はせっかくですからクジラさん来てるんで、クジラさん、はい、ここからはクジラさんオンステージパート1と名付けさせていただきまして、楽しみにしておりました。モノマネをしていただこうかなと思うんですが。いや、それが仕事なんだよ俺。ふざけんなよ。かなり似てるって噂じゃないですか。いやいや、まあまあたまに言われますけど、はい。何でもかんでもやりにくくする方式やめません。今日はもう皆さんビリヤードファンの方が多いんで、はい、その中から誰もが知ってるところから言っていただこうかというふうに思うんですが。あ、本当ですか。ええ、じゃあこれお任せしたらいい、ここからは。はい、ええ、どういうふうに、じゃあテーブル使わないでいいですか。じゃあ、はい、じゃあ手使っても使わなくても、はい、じゃあいきます。はい、ビリヤードスターシリーズ、まずはマンモスブレイクでおなじみフランシスコ・ブスタマンテ。続きをして。そうかとか言うなよ。そうかとか言うなよ。
わかるわかる。じゃあ、スコーピオンというニックネームでおなじみジョニー・アーチャー。潔癖みたいだね。続きまして最後は皆さんお待ちかね、ビリヤードの神様マジシャンことエフレン・レイズが、手玉のポジションをミスして咳をするシーン。最後すごい気に入った。いや気に入ったってオーディションじゃねえんだからさすごいなんでそんないいねみたいなプロデューサーわかる、面白い、わかる。あ、本当ですか。いやいやいや、いやこれだってみんなわかるところじゃないですか。これ今まで大体わかんないところでしょ。俺番組中にそうかって言われたの初めてですよヤジが飛んできたいやすごい、やっぱりこれずっと細かく見るわけですか、ビデオとか見て。ね、僕はフィリピンの選手がすごい好きだったんで、なんかこう肩を動かしたりとかっていうのが、はい、こうかっこいいなって始めた当初思ったんで、はい、その辺をちょっと。いや、はい、今日はね、せっかくもう本当にプロの皆さんから見て、クジラさんのテクニックもすごいというんで、はい、より一層芸能界一のビリヤードプレイヤーになっていただこうということで、はい、うちの超人が何でも教えします、今のお礼に。あ、本当ですか。だから聞いていただいて、どんなことでもうちの超人答えますどんなことでも答えますから、はい、なんかこうビリヤードの質問していただいていいですか。ビリヤードの質問、はい、どんなことでも答えろってことですよね。そう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 、はいはい。どんな、例えばこんなことをしてみたいとか、こんなテクニックを上手くなりたいとかいうのがありますか。奥さんとどうなのとかね。いや、なんでだ、結婚しねえよ俺まで乱暴な質問だな本当に、じゃあちょっとなんかマニアックかもしれないですけど、例えば、あ、笑いじゃないですね今。え、なんかそういう振りかと思って待ってたんですけど。いや、なんで笑いマジですか、これマジですから、はい、笑いの質問って何ですか。あ、はい、どうぞどうぞ、はい、真剣な。真剣にだと、例えばなんかこう、これ右振りっていうんですか、これを例えばあそこに入れるんだったら、はい、右振りの球とこういう左振りの球っていうのは構え方を変えたりとかってあるんですか。構え方は変えないようにはしたいですよね。したいですよね、はい、でも多分ちょっと違ってるんじゃないですかね。あ、ちょっと違って、僕は違います。じゃあ俺のなんかこう、なんつうの、シュート力とかがあんまり自信ないんですけど、はい、それをちょっとこうスキルアップさせるにはどうしたらいいとかっていうのが。うわ、相当難しいこと言いますねいやいや、何でも聞いていいっていうからかなりハードル上げてきましたねうちの超人に。そういうことじゃないですか。同じようにですよね、はい、確率を上げるシュート力、はい、そうです。なんかここを直したらもっとシュート力が上がるとか、なんかあるんですかね。なんかシュート力が上がるでしょ、はい、難しいこと言ってきたね。クジラさんすごい、え、だってシュート力を上げる方法ですよ。練習しろみたいな話になっちゃう。そう、数ついてくる。そんな根性論のコーナーでも確かに、はい、多分右にこねやすい人と左にこねやすいっていう多分癖の話だと思いますね、これは。はい、なんで、ね、僕はまあ、こっちとこっちを同じ角度でも違う構え方が違うじゃなくて、はい、なんていうの、狙い方というか、はい、イメージがそもそも違う、はい、で、はい、僕はこっちとこっちで別で覚えているんで、はい、ああなるほど。要は僕右つきやすいんですよ、はいはい、僕は、はい、だからこっちつくと順ひねりになっちゃって、こっちだと逆ひねりになっちゃうんで、はい、僕こっちの方がちょっとイメージが悪いんですよ。あ、じゃあ両方の振りを同じぐらい練習するとだんだん整ってくるっていう。はい、でそれで基本的に、まあ、まあボールを入れるんだったら、はい、球をあんまり出さないようについてる方がいいですよね。あ、そうなんですか。はい、短い方がなんていうの、ズバーンってつくより、はい、パンってついてる方が
入れやすいですね。なんか最初の頃ってすごいこう球を出せって教わったんですけど、そう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 、そうじゃなくてっていうか、上手くなってくると意味がないですよね。ああそうなんだ。そうこうなんていうんですか、こう普通について長く出しててもあんまり意味がないんで、はいはい、なんですか、そのコンパクトにこれぐらいでも十分。へ、要はハードショットをするときに長く出せって言ってるのと一緒で、はいはい、短く出してもハードショットってできますよね。はい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 、ね、だからその長く出す意味がない、はいはいはい、で最初はそういうふうに覚えさせるというか、はい、慣れても、はい、で慣れてくると短くてこう、おー、こうハードショットができるようになってくると。テイクバックに対して球の出すのはそこまで長くなくてもいい、うん、そうですね。あー、なるほど。必要最低限です。だから引き球の時とか押し球の時も球は出さなくて、はい、だから自分がスピードをちゃんとコントロールすることが大切ですね、はい、ありがとうございます、はい、真面目な感じでした。かなりためになりました。はい、うちの常人すごいでしょ。はい、びっくりしましたね。え、はい、どうしようかな。常人になんか一個こう逆にモノマネは教えるっていうのは無理ですか。じゃあ教えるっていうか、なんか新ネタが俺最近あんまりビリヤードのないんで、はい、なんかね、今コメントで、はい、いただいてるのが、はい、モノマネの後にね、さすが昔の芸人昔の芸人そんな昭和の芸人とかじゃないからね。なんでぜひ新ネタを、はい、覚えて帰ってください。はい、いや新ネタだから、はい、ないんで、なんか栗林プロのお友達のなんか真似とか、はい、もしあれば僕がちょっと教わりたいなと思った。じゃあちょっと栗林プロから一つこうネタを差し上げていただけますか。僕がですか。そう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 。誰かモノマネないの。無茶ぶりよ俺。ああ、はい、じゃあ、まあ、まあ数々、はい、結構いっぱいあります、ね。じゃあ一個ぐらいちょっとこう今日はプレゼントしてください。じゃあ、今現2011年12年世界チャンピオン、お11年そのくらい、赤狩山プロ、はい、赤狩山幸男プロ、赤狩山幸男プロ、今今度来るんですけど、はい、プレミアム店に来るんですけど、はい、いきます、はい、まずチョークの塗り方からいきます、はい、まず左足前、はいはい、左足前で、そんな細かく混ぜるんですか。細かいディティールが大事なんです、ね、はい、こう、はい、でこうチョークをまずこう置きます、こう置きます、はい、いいですか、はい、こう塗ってこう置きます、はい、でこういうふうに持ちます、はい、でこうしますで構えに入るときに一回上で振ります、はい、でこう構えます、はい、そのときに構えるときに足は伸びます。いいですか伸びます伸びます。あ、最初は伸びてないんで、手はこうです、はいはい、いいですか、はい、今の連動させますね、はい、いいですか。エアロビクス的な感じで、はい、いきますよ。こう1、2、3、4、5、上でストロークして6、しっとり。おー、なるほど。できそうですか。はい。じゃあ、1回のレクチャーでどれくらいの完成度があるのか。こうして今ちょっと今復習して、ここでやんないと、はい、ここでそこでお願いできますか、はい、はい、全然違いますよ。全然違いますよ。なんでだってこうじゃないの。いやいや、もうあの足を、はい、こうなんですか、こっちにのけぞるんですよ。こういうことね。こうのけぞるんですよ。でチョークを置くんですよ、このまま、はい、でここで持つんですよね。持ってこのままこっちに揃えるんです。で空中で振ります。で空中で振ります。で構えます。なんかオラウータンみたいな。大丈夫、赤狩山プロ来てこれあの DVD になるんで、あのクジラさんプレゼントしてくれると思う、はい、ちなみに、赤狩山プロのことはご存知ですか。名前は知ってますけど、はい、ちょっと多分もうちょっとなんかシュッとした感じなんでしょう、ね、いや、その体型まで真似できねえよ俺。どんだけ時間かけてやる合わせていくんだ。身長も足りないですよ。いや身長とか絶対無理だよ。そしたらモノマネって言わねえよ。本人だよそれ。 ありがとうございました。お知らせです。あ、こんにちは、栗林徹です。
テンボール15先というこのフォーマットですね、世界でもまあ見たことないですね。めちゃくちゃ熱いバトルが見れると思います。僕も今ものすごく熱い気持ちでいっぱいなので、マンガネットダウン新座店さんの方にお越しいただいてご観戦ください。見に来てください。ダーツニュースです。ジェットが2013年が始まりました。で2月17日、浜松の大会は95組190名の参加ということで、静岡のエリア4エリアの中でもものすごい人気だったそうですね。すごいですね。ね、大会結果などはまたホームページの方でご覧いただきたいと思います。で2月24日今週末になりますが、リボブはトナミリボルバーはあれあれリボルバーです。リボルバートナミの方で何が行われるんですか？はい、G2 の大会が今週日曜日ということで、これはもちろんもう締め切りをさせていただきました。皆さん応援も来てください、はい、で3月17日がジェットイン埼玉です。こちらエントリー受付です。どうぞ早めにエントリーをしていただきたいと思います。はい、まだ受け付けてます。関東エリア開幕戦 G1 ということになりますので、どうぞ皆さん早めにお申し込みいただきたいと思います、はい、さあ詳しくはジェットダーツで検索。詳しくはジェットダーツで検索。どうぞ皆さん検索をしていただきたいと思いますさあせっかくね今日はここでダーツニュースもお伝えしたんで、クジラさん、はい、僕のプチ自慢していいですか？はい、僕ちなみに日本一のダーツ実況アナウンサーで自分で言ってんの。あ、そうなんですか。はい、僕ダーツの実況してるんですが、はい、ダーツシリーズもあるじゃないですか。はい、ダーツで多分これは、はい、うんってうなれるのはこの中で数少なく私ぐらいだと思いますで、はい、これを見たくてね今日楽しみにしてたんですが、はい、いくつか何人かやっていただいてよろしいでしょうか？あ、わかりました。はいダーツのプロはわかんないけど、わかる人いるかな。これはだからもうわかる方はわかるという。なるほど。じゃあ、はい、ザ・アーティストというニックネームでおなじみケビン・ペインター似てる似てる似てる、この投げ方投げ方。おー、はい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 、吉田さんしか分かってないけど、これ似てるの似てるの似てるんですか？この投げ方ちょっと他の人との温度差考えてくださいよ、ちょっと今の分かんない人あ、みんな分かる、あ、分かる、いいのいいの、僕だけが分かればいい僕だけが分かればいい。じゃあ続けて、僕だけにやって、じゃあ、はい、決めポーズといえばやっぱりこの人、ボブ・アンダーソン手首の投げ方と今のポーズです。ダチョウクラブじゃなくてですね。ダチョウクラブじゃないですよ。違うの？うちの先輩の真似しないですよ。コメントいろいろ入ってますね。似ても似つかない。はい、ダツのモノマネ分かる人いるの？僕が分かるの。なるほど。僕に見せてもらいたいの。なるほど。こんなにお互いにニーズのないことやってるの初めてだ俺。じゃあ最後は、はい、世界選手権9連覇、フィル・テイラー。有名そう。すごい人だからね。体格も似てる。体格も似てる。ええ、体格も似て、体格真似してねえし別に。体格も。ありがとうございました。目線の真似だ。ありがとうございました。すごい似てる。ありがとうございました。またちょっと遊びに来てください。いや終わった。まだある。まだある。一旦お知らせ。こんなラップの無茶ぶり初めてだ俺。すいません。
いよいよ来週になりますけれども、はい、プレミアテンボールリーグがこちらの会場で行われますマンガーネットラウム新座店で行われるわけですが、先ほどいろいろとお知らせをしたんですけれども、いくつかまとめておこうと思います、はい、あのユーストの配信ありませんから、どうぞ皆さんこの会場に来ていただきたい、はい、ぜひ生でというふうに思います、うん、それとですね、あの今回は結局ジャストドゥイットがずっとこうサポートしてますか、応援しているね、そうですね、トッププレイヤー6名が参加をすることで、ずっと皆さんがワッペンをつけているプレイヤーが参加をしてくれることになります、はい、ですから、まあ、そういったそのジャストドゥイットがこういうプレイヤーを応援しているんだよということで、皆さんも応援していただきたいなというふうに思いますし、うん、いろいろもちろんこのラウル新座店の皆さんにもご協力をいただきましたけれども、はい、その他いろいろ今回はサポートをしてくださった皆さんも数多くいらっしゃいます。あとエピック、株式会社ミキ、アダムジャパン、そしてフランデル以上の皆さんにもご協賛をいただいているということになりますね、はい、さあ、会場までのアクセスもう一回ミポリン紹介してもらっていいですか。ちょっとすいません、はい、あの埼玉在住の中島としてはですね、はい、今回ちょっとあの場所が分かりにくいんですけれども、うん、はい、もしお車で来られる場合はかなり大型の駐車場を完備しておりますので、お車まで来ていただいても安心です。でもし電車で来られる方、はい、西武池袋線ひばりが丘駅から東武東上線浅香台駅の間を通る西武バスがあるんですけれども、はい、そちらの蓮光寺というバス停留所に降りていただくとかなり近いということですので、浅香台、東武東上線の浅香台もしくは、西武池袋線のひばりが丘、はい、こちらの方からバスが出てますのでご利用いただければと思います。皆さんお待ちしております、はい、まあ、はい、先ほど今回サポートをしてくださるスポンサーの皆様をご紹介したんですけども、はい、まだまだ募集中。そうですね、今回第1回ですけども、はい、これ第2回第3回と続けていきたいですね。いろいろ私もね考えてることあるんですけど、楽しみですね、チャンピオン決めてチャンピオンビルト回せないかと。あ、いいですね、何かそういう継続的な、そんなことも、ね、考えてますんで、どうぞサポートをしてくださる皆さんもいらっしゃいましたら、この番組ご覧の皆さん、はい、お願いいたします。どうぞそちらのサポートの方もお願いをしたいと思います。とにかく皆さんこの会場に来週集まっていただいて、で後ほど4月ぐらいですか、 DVD は出るんでしょ。はい、うん、そのためにユーストリームでは一切公開しないこの秘蔵映像をですね、全て DVD に、はい、収めたものを販売させていただく予定ですので、はいはい、楽しみにしていただければと思います、うん、赤狩山プロが最初になんかこう、はい、まあ、お酒飲みながらというかこうお話の中で誰が一番強いのか決めようぜと、うん、そうですね、そんなところからこれ始まったんだって。そうなんですね、そうです、それが発端なんだ、でやるならどうせやるなら長くしようぜと。そうですよね、でみんなガチで勝負しようじゃないかっていう、そうです、そうです、そういう気持ちでみんな集まってるんですって。すごいとも同じプロとしてそれを言えるってすごいよね。言えるってすごい、多分でしょ、プロとしてやっぱり、うん、不安と、ね、希望が半々だと思います。負けるかもしれないリスクを背負ってますしね、もちろんプロ同士で喋り合戦やろうったら嫌だもん。あ、ですか、勝っちゃう。いや、ま、なんかこうなんかどうしよう負けたらとかね思うこともあるんだけども、その中で皆さんがこうガチでやろうということですので、はい、どうぞ皆さん楽しみにご覧いただきたいと思います、はいはい、超人から一言意気込みをいただければなと思うんですが、はい、超人来週への意気込み一言いただいてやるぜ、いきたいと思います。やるぜ勝つかい、やるぜやるじゃないですか、ね、やるぜという感じであります。明日来週頑張ってください、よろしくお願いします、はい、頑張ります。さあ残りはあとわずかになりました、はい、久々にエベプロ、はい、テーブル行かない、行く。で、今日クジラさんも来てるんで、そうですね、エースを狙え3人でやっていただこうかと思うんですが、よろしいですか。これ3回ブレイクが、はい、クジラさん、これ我々エースを狙おうっていうゲームなんですが、僕がまだ生で見たことないので僕の前で見せてくれっていう希望を叶えていただこうというところなんですが、順番はどうやっていくの。もうついてるし、もう一人もう、ま、マイクも待たずにやる気満々だし、ええ、はい、はい、はい、いきます。じゃあエースを狙え、本当に始まった顔つきが変わりました、顔つきが。2個
俺のせい。それは何じゃ、動かないじゃって。えすごいクレームだね今。じゃあ、ええ、まあこれこっちでやるってことですか。こっちだって。もう やりたい放題。え、もうそしてもう一回やろうとしてる。もう一回やろうとしてる。それこんな接待ビリヤードあるの。すごい。まあいいや、なんとか まだ大丈夫だな。お、ええ、さすが。もうエベさんのためなら何でも。あと3分だよ。そうだよ、3分。はいはい。今までで一番近い。今まで一番。エベプロ拍手。じゃあ藤田さん狙っていただいていいですか。はい、はい、さて超人まで順番が回るのかっていうところですね、はい、時間はあとどのくらい。まだ大丈夫か。回すね。ええ、おさあ、おあ、はい、動かない。どう、はい、地味。そんなダメ出しある。さあ、あ、ちなみにエース出したことあるらしいんでね、テチラさん。エース出したことあるんですって、テチラさん。あ、エベちゃんマイクあるよ、マイクあるよ。エベさんのマイクあるよ。取りに来て、取りに来て。おし、ラスト、俺。カオリちゃん、そこ。ラスト、俺。そう、まだ大丈夫、時間まだ大丈夫。さあ、え、久しぶりにキラクでエースを狙うじゃないですか。はい、いや、ちょっと僕ヒラから打たせていただきます。ヒラク本気で狙ってますね。このいきますよ。いいですか。いいよ。よし。出ないよね。なかなかね。出ないよねとか言って。だからもう最近だとブレイク何個入るかって書いてるのに、いつか見るために。そう。今日は一番はエベプロでした。まだ時間ある？大丈夫かな？クジラさん本当に今日は失礼いっぱいありましたけどありがとうございました。はい、もう失礼だらけの番組で。お客さんがあんなにエベちゃん寄りだとは思いませんでしたよ。あんなに盛り上がれるんだと思って。ねえ。すいませんねって謝るで、ね、悪口になるだろそれも。藤田さん楽しんでいただけました。今更その質問はねえだろって話ありますけど。いやいや、まあ、楽しかったですよ本当に。ええ、はい、本当にちょいちょいとよかったら、はい、今度お友達連れても遊びに来てください。あ、ぜひぜひ。はい、ええ、あと芸人さんの中でぜひ盛り上げていきましょうよ。あ、そうですね。なんですか。いやいや、なんですか。すげえ強制的な言い方してくるから本当に。で、今度赤狩り山プロをこうちょっとこうシェイプアップしていただいて、はい、ブラッシュアップしていただいて、はい、え、あれを持ちネタに俺これからしていくんですか。にしていただきたいなって今日我々のプロモなんですけども、いかがでしょうか。あ、本当ですか。じゃあ、ちゃんと研究していきます。はい、で、それ持って今度また来ていただくか、はい、テレビでやっていただいて、ね、あのカーリーさんに失礼のないように、はい、いや、なんだ、もともと俺が失礼なことしそうなやつみたいに言うんじゃねえよ。本当に怒りますんで。いや、その俺やべえやつじゃねえから。もうちょっと足を長めで。いや、知らねえよそんな。それは無理だ。さあ、今日はゲストクジラさんに来ていただきました。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。そして来週はいよいよこちらの方で、プレミアがありますので、す、はい、皆さん、ラウム新座店の方にお集まりいただきたいと思います、はい、集合でお願いします。そして超人エベちゃんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週になりますね。皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。